はい、ボーカロイド5の解説第2回目となります。ここではですね、前回軽く触れましたこのフレーズ機能を中心としてお届けしていきます。このフレーズ機能、ボーカロイド5の目玉となっていまして、このように合計2000種類以上のフレーズが内蔵されています。この左にはフィルターが用意されていまして、このように歌手のボイスバンク、日本語や英語、ジャンルや演奏表現、そしてサウンド特性を絞っていくだけで簡単に目的のフレーズを探すことができます。この右部分のスピーカーマークを点灯させておきますと、クリックした段階でこのようにフレーズ内容を視聴することができます。このフレーズの切り替えはキーボードの上下矢印キーから素早く切り替えることもできます。各フレーズにはこのような情報が示されています。このメディアネームというのは実際に歌われている歌詞になります。例えば All I Want、 これを聞いてみますとのような形ですね。言葉の響きからフレーズを決めていくと言った際に便利かと思います。このキーは実際に歌われているフレーズの調を示しています。例えばこれを楽曲に取り入れたいとなった際はフレーズをこのタイムラインにドラッグアンドドロップします。実際に聞いてみましょう。今ですね、演奏されているキーが D フラット、現在の楽曲は F になっていますのでキーが合っていない状態です。これをですね、一発で解消できるのがトランスポーズとなっていまして、ここから現在のキーを指定します。この楽曲は F メジャーとなっていますが、このようにマイナーの楽曲にも対応しています。 F にしまして持っていきますとこんな感じ。そしてテンポ、これは現在の DAW に完全同期します。今 DAW のテンポ157になっていますので、演奏されるフレーズは157となります。例えばこの Be My Love 聞いてみましょう。テンポ76、実際に乗せた時は157になりますので、ちょっとイメージと違うということが起こります。もちろんこれによって想像していなかった良いフレーズできる可能性もありますが、大きくイメージを変えたくないといった時は現在のテンポから近いものを探していくといいと思います。こうした時に便利なのがこの文字部分、クリックしますとこのようにテンポ順で並べることができます。これはですね、キーやネームなどその他の項目も有効です。今テンポが低い順から並んでいますけども、もう一度クリックするとテンポが高い順、逆に並べ替えることもできます。聞いてみましょう。でこれを持ってきますと、このようにイメージを変えずに使用できます。そしてこのテンポつながりでもう一つ強力な機能があります。対象のパートを右クリックすることで表示できるダブルテンポ、ハーフテンポです。この機能、パートのフレーズを倍の長さ、もしくは半分の長さにタイムストレッチして歌わせることができるというものになっています。例えばこのようなフレーズ、君の瞳見つめ、これを取り込みまして右クリック、ハーフテンポ、フレーズの長さが倍に引き伸ばされて、それに伴って演奏内容も引き伸ばされます。君の瞳見つめ、フレーズ、楽曲の印象が大きく変わってさらにバリエーションが広がります。一度戻しまして、この逆ですね、ダブルテンポはパートの長さが縮まり、フレーズも倍速で再生されます。君の瞳見つめ、このような形。例えばこのフレーズも取り込んで同じくダブルテンポにします。そうすると全く違ったノリで曲を展開できます。君の瞳見つめ、ここを待つね、このような形ですね。このハーフダブル、楽曲にフレーズを最適化するだけではなく、フレーズから楽曲のノリやアイディアを得るという場合にも役立ちます。そしてこのフレーズ機能で非常に重要になる点がこのタイプというものです。このフレーズ機能には2タイプのフレーズが用意されていまして、一つはですね、このようにノート状になっていて楽曲に合わせてエディットすることができるボーカロイドフレーズ、そしてもう一つは完全に波形になっているワブタイプです。今このように確認してみますと、すべてボーカロイドタイプです。この検索結果にはありませんでしたので、一度リセットしてみましょう。この上のですね、リセットボタンをクリックすることで、検索結果を初期化できます。タイプ順で並べていますので、WAV ファイルが表示されます。実際 WAV ファイル聞いてみますと、こんな感じの、SE 的なものが中心となっています。何か一つフレーズを入れてみましょうか。英語系がかっこよかったので、イングリッシュに絞りまして、さらに今回、女性ボーカルものなので、フィメールも選択しておきます。そうしますと、このように、女性の声のみに絞り込みが行えます。これなんかいいかもしれません。使用したいファイルを見つけましたら、ボーカロイドファイルと同様です。このタイムラインにドラッグアンドドロップします。このような形でですね、トラックが作成されます。ここでの注意点としましては、タイプが違うトラックには挿入することができません。例えばこれをこのようにボーカロイドファイルの方に持っていったとしても、インポートすることができません。その逆も同様です。ただこのように、WAV のオーディオトラックに対しては、
異なるフレーズを挿入することができるといった点は必ず覚えておいてください。一番盛り上がるサビ前26小節目にブレイクがありましたので、このあたり入れてみましょうか。聞いてみます。ちょっと今ボリューム小さかったですね。こういった時はこの左部分から各トラックのボリューム調整を行います。これで確認してみましょう。バッチリですね。制作の中でこのようなサウンド SE、 楽曲のアクセントとして使用したいという場合かなり多いので、非常に便利に取り入れていけるんじゃないかなというふうに感じました。それではこちらボーカロイドのトラックに戻りまして、いくつかフレーズを選択していきましょう。このように聞いていきまして、これを使用してみましょうか。トランスポーズが適用されているのを確認してドラッグするだけです。もっと幅広く探したいといった時は一度これリセットかけまして、この中から探していくこともできます。このような形で気に入ったものをどんどんドラッグしていくだけです。3つ目をこれにしてみましょうか。確認してみましょう。今ですね、お気づきの方いらっしゃったと思うんですけども、特にこの3つ目ですね、歌手であるボイスバンク、ボリュームなどが変わっています。これはボーカロイドの特徴なんですけども、各パート個別にボイスバンクである歌手、エフェクトや歌のニュアンス、スタイルを適用することができます。ただこのような場合、同じ歌手や音質、歌い方で統一したいというケースが多いかと思います。そういった時、まず好きなフレーズを選んだ後にこのようにパートを選択します。このパート内でしたらどこでも大丈夫です。右クリックをしまして、ボーカロイドパートの結合を選択します。するとこのようにパートが結合されまして、ボイスやニュアンスが一番先頭のパートに統一されます。このような形ですね。もちろんこの後にパートをダブルクリックして、ボイスから一括でボイスを変更することもできます。この概要や考え方も必ず把握しておいてください。そして今回の最後に、ボイスやフレーズ機能、注意点があります。今回フレーズの選択は日本語に絞って行っていましたけども、例えばこれが英語、もしくは何もフィルターをかけずに英語と日本語が混ざった状態でですね、何かこうフレーズを入れたとします。前が日本語で後ろが英語ということになります。この際パートを結合しますと、導き出せ、日本語と英語混在してしまうためサウンドが鳴らなくなりますので注意が必要です。そのため日本語のパートと英語のパート結合しないというところがポイントです。これをもう少し分かりやすくしたい場合は、言語が異なるフレーズをこの空いている部分にドラッグしますと、新たに1トラック作成されます。このトラックはドラッグで並び替えることもできます。このようにトラックを分けて管理するという方法もおすすめです。この考え方と同様に、例えば日本語の歌詞を打っているものに対して英語のボイスバンクを割り当てた場合、このように発音されなくなってしまいますので、このあたりを把握しうまく使い分けていただけたらと思います。はい、といった形で今回はこのフレーズ機能を中心に解説を進めてきました。メロディーを作ったことがないという方もですね、フレーズを組み合わせていくだけで簡単に楽曲が作成できますので、ぜひ楽しみながら作曲を行っていただけたらと思います。次回は取り込んだフレーズに対してエフェクトを含めたスタイルの適用、ボーカルに豊かな表情を加える頼もしいエモーションツール、使い方やテクニックをご紹介していきます。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。